中国ニューヨーク州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27,087人であり、2000年の26,944人から0.5%増加した。軍庁所在地はラウビル村であり、同軍で人口最大の村でもある。軍名は 軍が設立された1805年にニューヨーク州知事を務めていたモーガン・ルイスにちなんで名付けられた。1683年にニューヨーク植民地で軍が作られたとき、現在のルイス軍地域はオールバニー軍に属していた。これは巨大な軍であり、 ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、 オールバニ軍の残りが三つに分割され、一つはオールバニ軍の名前で残った。一つは西部に作られたトライアン軍だった。トライアン軍の東部境界は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側とデラウェア川西支流より、西の領域を含んでいた。トライオン軍に指定された地域には、現在のニューヨーク州37軍が入っている。 ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで名付けられた。1776年に先立つ年にトライアン軍のロイヤリストは大半がカナダに逃亡した。1784年アメリカ独立戦争を終わらせた条約締結に続いてトライアン軍はモンゴメリー軍に改名された。これは独立戦争時の将軍リチャード・モント・ゴメリーにちなむ命名だった。 モントゴメリーはカナダで数カ所を占領した後、ケベック市攻略中に戦死した。憎まれたイギリスの総督に代わる命名だった。1789年、モンゴメリー軍からオンタリオ軍が分離した。この時のオンタリオ軍は現在の領域よりもかなり広かった。現在のアリゲニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ジェネシー軍、モンロー軍、 ナイアガラ軍、オーリンズ軍、スチューベン軍、ワイオミング軍、イエーツ軍の全体と、スカイラー軍、ウェイン軍の一部が含まれていた。1791年に行われたマコームバイ州では、現在のルイス軍もその中に入っていた。1791年、モンゴメリー軍からハーキマー軍がタヨガ軍とオチゴ軍と共に分離した。百九十四年、 ハーキマー軍からオノンダガ軍が分離して設立された。このオノンダガ軍でもまだ広く、現在のカユガ軍、コートランド軍及びオスウェゴ軍の一部が含まれていた。1798年、オナイガ軍がハーキマー軍から分離して設立された。当時は、現在のジェファーソン軍、ルイス軍及びオスウェゴ軍の一部が含まれていた。1805年、 ルイス軍がオナイダ軍から分離して設立された。1997年1月、軍域の大半が記録破りの暴風雪に見舞われ、24時間で6.5フィート近くが積もった。ルイス軍は以前に5つの町を組織し法人化していた。すなわちレイドン、チューリン、マーティンズバーグ、ラウウィル、ハリスバーグである。現在は17になっている。一番古いのが、 レードンであり、1797年の法人化だった。それから55年の間に17の町が法人化された。ルイス軍はニューヨーク州北西部にあり、シラキュース市のマキタヤや東寄りに位置している。軍東部にはアディロンダック公園がある。西部にはタグヒル大地が多く入っている。軍内にはブラック川バレーがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は1290平方マイルであり、このうち陸地1275平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は1.12%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カイル・ウィドリック、ルイス軍生まれの企業家、ベンチャー資本家、POSTGRADAPARTMENTS.com を立ち上げ、 その後主導的なカレッジのオーディエンスポータルに買収された。現在は、フォーブスのリストに入った J. クリストファー・バーチが設立した消費財、インターネット、ディスラプティブ技術に特化した世界的ベンチャーキャピタルファンドであるバーチクリエイティブキャピタルの主任をしている。フローレンス・オーガスタ・メリアム・ベイリーフローレンス・オーガスタ・メリアム・ベイリー、鳥類学者、自然に関する著作家。 ニューヨーク州ロカストグローブで生まれた、クリントンハートメディアムの妹、レードンの町にある家族の資産、ホームウッドで育った。そこにある野原や森林は、タグヒル大地とアディロンダック山地の間にあるブラック川バレーにあり、自然史の研究に理想的な環境だった。兄弟や父に自然に関する興味を与えられた。父は科学的なことに興味があり、 1871年の夏に寄せみてで出会ったジョン・ミューアと文通していた。フローレンスは南北戦争中に生まれており、鳥類の研究と保護に生涯を捧げた。鳥類学の研究の中から野鳥類のフィールドガイドなど10冊の本を上司し、また100近くの記事も書いた。子供のように鳥に興味を持っていたが、スミスカレッジに在学した時に、博物学者としての認知を得た。 ファッションに、鳥の羽根や鳥全体を使ったりすることに嫌悪感を抱き、スミスカレッジオーデューボン協会を設立した。クリントンハートメディアム、動物学者、鳥類学者、昆虫学者、民族史学者、博物学者。1886年、アメリカ合衆国の無ー合理的鳥類学及び、哺乳類学局の初代局長になった。この壺は後に、 全米野生生物研究センターと合衆国魚類野生生物局になった。1888年には米国地理学協会創設者の一人となった。生物分布体という概念を発展させ、赤道から北極まで緯度で分けた中に高度も取り入れて北、アメリカで見られる生物群系を分類した。哺乳類学では過剰な分類化としても知られ、 例えば北アメリカのヒグマの種をいくつかの属に分ける提案をした。ご半生ではメディア向けの資産を背景にアメリカ合衆国西部のインディアンの研究と援助に焦点を移した。中央カリフォルニアの伝説や民族地理学に果たした貢献が特筆される。A History of Lewis County in the State of New York from the beginning of its settlement to the プレゼントタイムメリックニューヨークリッチウッドパブリッシングカンパニーありがとうございます。